はい、皆さんこんにちは。 MAC ソフトウェアの畑澤と申します。よろしくお願いいたします。本日のアジェンダでございますけれども、本日は、まず初めにということで、振動音響のですね、解析の必要性とかそういったことについてお話をいたします。その後MAC ナスランのですね、振動音響解析機能の、機能のご紹介と、例題を交えながらご紹介していきたいと思います。それから振動解析、音響解析の一つの一機能ではございますが、ちょっと特別なものとしまして、透過放射パワー ERP ですね、こちらによります音響評価と、最適化ということでご紹介したいと思います。で、最後になりますけれども、解析のですね、高速化機能と適用例ということでご紹介したいと思います。それでは初めにということで、解析の必要性とかそういったことについてご紹介します。まずこちらの方ですが、日本自動車工業会の、重量とですね、自動車の重量と燃費の関係を表したグラフでございます。自動車の種類ごとにですね、マークが違いますけれども、まずは一つは重量が重いと燃費が悪いですと、当然ですけれども、で例えばこういったハイブリッド車のようなものは特にその傾向が強いということで、近年 の, その、動力系統の性能がいいような自動車になりますと、特にその、重量と燃費の感度が非常に高いというようなことがあります。でよくこの絵を見てお客様と話していることがありますけれども、もうこの絵を見るのが嫌だと、もう重量軽減軽減と言われて大変ですねということでよくお話ししますけれども、そういったことの一つ の, 原因としましては、軽量化すると悪いことがあるということがあるんだと思います。軽量化しますとですね、しようと思います 、例えば配点材を使うとか、あと樹脂に、するとかアルミにするとか、そういった材料置換ですね、あとは板厚を薄くしていくとか、そういったことをしていくことになりますけれども、必然的にですね、剛性ですとか質量が低下しまして、振動騒音特性が悪化してくると、こういった悪影響があるわけですね。ですので、単純に軽量化すればいいのではなくて、そういった振動騒音の方も同時に要求を満たしていかなければならないと、そういった両立しないといけないということが問題となります。そういったものについて、MAC ナスラのですね、振動音響の解析機能ですとか、急車音材の適用解析機能、それから構造の最適化機能と、こういったものがですね、ご利用いただけるということで、本日はこういった内容についてご紹介したいと思います。では、音響解析機能の、内容についてご紹介したいと思います。今日はですね、クント管、ガラスの円管の中に空気が入っているというものを題材にしまして、この例でもって、機能のご紹介をしたいと思います。こちらの方、側面は板厚が厚い、10ミリあるというものでございまして、両端ですね、は厚さが 0.2 ミリということで非常に薄いということですね。こういった構造でございます。でその時に左の端の真ん中をですね、中央をですね、1ニュートンで過信をすると、こういったものを題材にしたいと思います。で、その構造だけでですね、周波数等の解析を行った結果がこちらでございます。これは右側の、端のですね、図にありますような点、こちらの点の、この点ですね、こちらの点についての加速度の周波数音分布を表しております。で、そうしますと周波数に対して加速度が大きくなるところと小さいところというふうな分布が得られてまいりますが、例えばこの今の 208Hz のところのピークの振動を見ますと、左側は大きく振動していて、今グラフにしております右側は振動が小さいと、こういった音がご覧いただけるかと思います。で、他の点につき、ピークにつきましても、同様にですね、右側は小さいということで、過信側の左側の変異は大きくて、右側の変異は小さいですと。
当然、まあ、過信点の方が大きいということは分かりやすいかと思うんですけども、まあ、こういった結果になるということです。でなぜじゃあ、左側が大きくて右側が振幅が小さいのかとか 208Hz っていうところになぜピークがあるのかとこういったことを理解していきたいということを考えますと、ですね、構造のですね、固有値の解析ということをやることでそういったことが分かること、知ることができます。固有値の解析をしますと、この例でいきます。207.66Hz のところに、まあ、こういったモードシェイプを持った、モードがあると。こういうモードがあると。で、207.8Hz のところにも、こういったモードシェイプのモードがあると。で、こちら見ていただきますと、左右の、振動の位相がですね、逆転しているということがお分かりいただけると思います。で、そうするとですね、左側 の部分を過信しますと、左側は両方のモードがですね、重ね合わせられて振幅が大きくなりまして、右側の方は位相が逆になってますので打ち消し合うと。まあ、こういったことでですね、左は振幅が大きいけど右は振幅が小さいというような、まあ、こういった結果が得られてくるということになります。まあ、こういうことで構造の応答がなぜ起こるか、まあ、そういったことをですね、理解するには固有値解析という解析がですね、非常に有益であります。でも実際はですね、構造だけではなくて中に空気が入っているということがありますので、今度は構造と空気、まあ、音響のですね、連性の解析をしてみましたと。でそちらの方がこの緑の線の方ですね、こちらが連性解析の結果になります。見ていただきますと、183Hz のところに、こういったモードが出てまいります。これは青とか赤、まあ、この色はですね、音圧の強さを表しています。で、構造の振動とか重ねて表示しているということですね。で、240Hz のところにもこういったモードがあると。で、470のところにもこういうモードが出てまいります。でこちらの方、まあ、まず青い方の構造だけのですね、振動とは周波数のピークの位置が異なってくるということ、それから、右側の振動が大きくなるということがご覧いただけるかと思います。では、まあ、なぜこのようなですね、振動の変化が起こったのかということを考えてみたいと思います。最初にですね、音響のみ、ガラスの中の空気のみ、空気の振動のみを考えますと。でその際、ガラスが合体だというような状態を仮定した状態で、固有値の解析を行ってみます。そうしますと、425Hz、853.5Hz というところにですね、振動の音響だけの固有モードがあることが分かりました。でこちらの方はですね、見ますと、この 470Hz のピーク、それから 907Hz といったような、構造のピークはないんだけれども、構造音響の連性をするとピークが出てくるというようなところにですね、まあ、振動数としては近いものが、近いところで出ているということで、こういったその音響の振動の影響がですね、あるだろうということが予想できます。でただ、周波数は近いんですが、同じではないというところがまたポイントになります。では、まあ、なぜ、同じじゃないのかといったようなことを考えてみますと、これは今回は実際には構造と、空気がですね、お互いのこう相互作用、連性をしながら振動しておりますので、その連性を考慮した固有値解析、まあ、複素数の固有値の解析を行ってみます。まずは、これは構造だけの固有モード、それから音響だけの固有モードですが、これらをですね、2つの影響を連性して解きますと、こちらのようにですね、こちらのように、構造と音響の連性を考慮した複素数の固有モードが得られます。
でこちらの 182.67Hz ということで、こちらのですね、ピークの 183Hz のピークは、ここに複素数の固有モードがあるので、ここにピークが出ているということが理解できました。で、他のピークにつきましても、他のピークにつきましてもですね、こういったところに、全てその複素固有モードが存在しているということは確認できます。はい。ではですね、今、構造の中の、ガラスの中の空気というものを見ましたが、でも実際にはそのさらに外にも当然空気が存在しているということがあります。その影響も見てみましょうということですね。で、その場合はですね、ガラスの外に、構造の外に外部音波を表現する有限要素と、さらにその外に、半無限要素ですね、有限要素の音波の外に、無限に音波が広がっているよということを表現するということですね。こういうモデル化を行います。で、すべて、合わせてみると、このような形の、空気があって、構造があって、外部音波があって、で、半無限要素があると。まあ、こういったモデルになります。こちらの方は、今、モデルの、半分ですね、左側半分だけを表示しているようなものですね。で、こちらの方で、音響の、構造、内部音響、それから外部音響と、いうようなすべて連生させた状態の周波数応答解析を行いますと、音響 SPL ですね、サウンドプレッシャーレベルで、このような周波数特性が得られました。でその時の、音圧の、分布、それから振動の分布、状態をですね、見てみますと、こういった形で、見ることができます。まあ、音響のそのクント管の中は非常に音圧が高いんですが、で外はまあ音圧は低いですというような相対的な関係が出ています。なおですね、前のページでは無限要素、半無限要素までのメッシュがありましたが、こちらの方ではその外、さらに外についても音圧が表示しております。このようにその、解析で解く範囲としてはモデル化していない領域ですね、非常に遠い位置につきましても、音圧を得ることができます。はい。では次にですね、その外部音響解析、放射音の解析につきまして、強連性と弱連性ということをちょっと考えてみたいと思います。まず構造の中と内部の音響と構造につきましては、騒音作用が強い場合が多いですので、これは強連性解析で解きます。で、強連性というのは何かというと、構造振動と音響、空気の振動がお互いに影響し合うと。音響が出れば構造が振動する。で、構造が振動すると音が出ると。そういう騒音作用を同時に解くということです。で一方でですね、外部音響につきましては強連性と弱連性を選択することができます。で弱連性というのは、構造の振動の結果を先に求めておいて、その結果でもって、外部の音響がどうなるかというような、一方通行ですね、構造の振動から外部音響への一方通行の解析という連性ということになります。で、ちょっとグラフを見てみますと、赤い方が弱連性ということで、振幅が少し大きく出ていて、若干ピークの周波数もずれているということがご覧いただけると思います。で、アニメーションで見ますと、左側が強連性で、右側が弱連性ということで、確かにですね、音圧分布が弱連性の方が高いというようなことが、ご覧いただけるかと思います。で、この時に、この問題ではですね、この 907Hz、905Hz の付近では 8.3dB のですね、音圧のピークの差が出ておりますので、この例につきましては、ガラスの板が非常に薄いということがありますので、弱連性では、その、空気のとの連性によって構造の振動の状態が変わりやすいと。
ということで精度が若干悪いということが言えるかと思います。でこの強連性と弱連性につきましてはパラメータ一つでですね非常に簡単にですね切り替えができますので精度がいい強連性をするか弱連性にするか、弱連性は計算が早いというメリットがあるんですが、その辺をですね容易に切り替えることができます。はい、さらにですね多孔質の弾性剤によります減衰・急遮音効果についてもモデル化することが可能になっております。でこの、多孔質弾性剤っていうのはこのようなスポンジのようなものですね、構造体が一応柔らかいものがあってその中にこう空隙がある隙間があって空気が入っていると、こういったもののことですね。で、このこういったもののモデル化としましてはビオモデルというものがありまして、ビオモデルに基づく表現をしております。でこれはその、固体の部分と、空気、流体の部分の間の相互作用を、表現すると、そういったモデルになります。で例えば、自動車の、トリム部品、例えばルーフライナーだとか、そういったものをですね、座席シートなんかもそうかと思いますけども、そういったものは多孔質弾性剤を含む、多層構造で作られているものが多いと思いますので、そういった自動車のですね、トリム部品のモデル化にも使うことが可能です。で、こういった多孔質弾性剤を含むですね、吸音剤、遮音剤、吸遮音剤というようなものがございますけれども、こういったものをちょっと、どういう現象なのかということを見てみたいと思います。まず吸音タイプは空気が振動すると、その振動によって多孔質弾性剤が振動して、その振動がさらに構造を揺すると、こういった現象ですね。逆に構造が振動すると、多孔質弾性剤の振動を通して空気が振動すると、こういうことになりますけれども、でその際にですね、多孔質弾性剤の特性としまして、隙間がこうスポンジのようなものの中の、隙間でですね、音と、熱の変換が行われると。これは空気が流れるときに抵抗になって減衰が起こりますので、そういった変換が行われて、それによって減衰が生じると。で特徴としてはですね、この多孔質弾性剤の厚さが薄い と、波長は結構低周波では長いので低周波に対しては効きが悪いですと、こういったことがあります。逆にその低周波でも効かせようと思うと結構厚いものにしないといけないということですね。でこの遮音剤タイプですがこれは空気が振動すると不透過のヘビーレイヤー、普通の板ですね、多孔質弾性剤ではないような例えばアルミの板とかそういったものですね、こういったものが振動して、構造が、振動すると。でそうしますと、ヘビーレイヤーは、名前の通りちょっと重いですので、多孔質弾性剤とヘビーレイヤーの、固有振動数が低い振動数になります。そうすると、その固有振動数よりも高い、より、高周波側については振動が伝わらないと、伝わりにくいというようなことがあります。それから、多孔質弾性剤の中の減衰効果もあるということで、大きなですね、遮音効果、振動を伝えないという効果が期待できます。はい、では先ほどの訓と管の問題にですね、さらにグラスウール、多孔質弾性剤による吸音剤をですね、右側の方につけてみたいと思います。こちらですね。この紫のところになります。はい。で、その結果、音圧を見てみますと、この紫色、青っぽいところですね。これが吸音剤もつけた状態での、周波数特性になります。で、こちらが吸音剤がないときの、振動の状態、それから吸音剤があるときの振動の状態ということで、吸音剤は右側に貼ってありますので、特に右側のですね、外部音波の、音圧が非常に下がっているということがご覧いただけるかと思います。
このように非常に大きなですね、吸音効果がありますし、まあ、そういったことを解析で表現可能であるということになります。はい、では、ちょっと経路に変わりますが、音響解析ソフト、アクトランとの連携についてご紹介したいと思います。アクトランはですね、ナストランがでも音響解析機能はありますけれども、それよりもさらに高度な音響解析が可能なソフトでございます。例えばですね、流体騒音の解析、こちらは CFD ですね、流体解析のソフトを行った結果に基づいて音響の解析をすると。例えば風切り音といったようなものですね。あとは例えば空気の流速、流れる速さとか温度変化、まあ、こういったものを考慮した形での音響解析も可能です。あとはですね、高周廃棄での音響解析と、まあ、こういったことがナストラの音響解析との比較として、アクトラン特有のですね、機能になります。で、アクトランの解析結果で、構造表面の音圧を求めておきまして、でその結果を、ナストラの構造の表面にかけると、荷重としてかけるということによって、弱連性での構造音響連性解析が可能になります。例えばマフラーから音が放射されるということを考えますと、マフラーの中は流れがある、空気の流速があったりですとか、温度変化があるということで、まあ、アクトランで解くのが適しているという問題になります。でその結果、構造の表面にですね、音圧が発生しますが、これを、OP4 ファイルとか、こういったファイルで、ナストランの方に渡してあげて、でナストランの方では構造の固有値を解いたりですとか、内部音場、それから吸射音帯を解くということで、射出内の音響の計算をすると、まあ、こういったことが可能です。はい、では振動解析、振動音響解析機能をちょっとまとめてみますと、まず固有値の解析ということで、非連性の解析が可能です。例えば構造だけの固有値解析、固有ベクトルですね、こういったものが分かります。それから内部音場ですね。音場だけ、合体壁の中に空気があるという時の空気の、まあ、音のですね、固有値、固有ベクトルが得られます。それから構造と音場の連性した状態での固有値解析、複素固有値解析ですね。こういったことができます。それから周波数応答解析。こちらの方では構造と内部音場、外部音場の周波数応答ですね、を求めることができます。それからその際に多孔質断性材によります吸射音材、トリム部品を考慮することもできます。で、荷重としましては制限過振ですね、力ですとか強制加速度といったような形の制限過振になります。で流体に対しては音響パワーを与えたりとか音圧を強制過振するとか、まあ、そういったことが可能です。また先ほどのようなアクトランとの連携で外部音場との弱連性解析をすることもできます。はい、で今日はですね、ちょっと時間の関係もありましてご紹介できませんでしたけれども、自国液の構造の振動ですとか音響の解析の方も可能になっております。はい、次にですね、次のテーマとしまして、透過放射パワー、イクイバレントラディエテッドパワーですね、ERP というふうによく略して言いますが、こちらによります音響評価と最適化というテーマでご紹介します。まず ERP とは何なのかということですが、構造振動によって生じます音響パワーを推測する指標であるということです。で、構造と音響の連性解析を行うことっていうのは、今ご紹介しましたようにできるわけですが、当然その同時に解きますので、解析としてはですね、構造解析を解くだけよりは、計算時間がかかったり、メモリーを取ったりとか、まあ、そういったことがあるわけですね。で、構造解析を行って ERP というものを評価することによって、音響がどうなるのかということを推測することができるという、そういう指標になります。で、具体的にはですね、こちらの式にありますように、V の N っていうのは、構造に対する放線方向、垂直方向の、振動の速度ですね、その事乗と、
その事情速度の事情と面積をかけたもの、これをある例えば自動車で言えばダッシュ全体の要素の、足し算をしたものと、まあ、例えばルーフですねとかですね、そういった形であるパネル、ダッシュというパネルとかフロアというパネルとか、まあ、そういった部分についての、積分をしたものというのが ERP になります。で、その際ですね、こういった式、まあ、C という係数がかかったり、しますし、あとデシベルで表現しようと思うと基準になるパワーはいくつにするのかといったことがありますが、あとデフォルトはすべて1になっておりまして、今回の解析ではすべてデフォルトの値を使ってございます。では、こちらのですね、自動車のモデルをちょっと模擬したサンプルのモデルでちょっと機能を見ていきたいと思います。こちらの方ではエンジンマウントが取り付く位置に力を上下にかけるという過信をしてまして、で ERP の評価としてはこのボディ、まあ、黒いメッシュですね、部分のボディというパネル と、ダッシュですね、ダッシュ緑色の部分、それからフロアと黄色の部分ですね、この3つのパネルを評価いたします。で、ERP の算出パラメーターとしましては、先ほど申しました通り全てデフォルトの値を使っておりまして、これは絶対的なパワーを評価しようと思うとデフォルトの値ではパワー、エネルギーを評価するには適しませんが、あと例えばあるパネルとあるパネルの間のパワーがどういう関係にあるかといったような相対評価を比較すると、相対比較をするという意味ではこういった使い方でも評価可能です。はい、で今のものについて、ERP を算出した結果がこちらのグラフになります。横軸周波数で縦軸が ERP のデシベルというものですね。で、こちらご覧いただきますと 50Hz 付近に ERP のピークが一つありまして、ここではですね、ダッシュですとかフロア、まあ、それからボディといったものが結構それぞれかなり大きな振動、ERP を出していると。で一方で 100Hz 付近になりますと、ダッシュですとかフロアの影響は小さくてボディの影響が大きいですと、まあ、こういったことが分かります。ですので、周波数ごとにどこの振動がその音響の発生源になっているかということをですね、理解するのに非常に適しているということになると思います。でただ ERP を評価したら本当に音響が評価できるんだろうかということは、まあ、疑問になるかと思います。でそれを少しチェックしてみましたのがこちらのグラフになりまして、ERP は先ほどの3つのパネルがありますが、それのすべての合計値がこの青い線ですね。でオレンジの線が構造音響の連線の解析をして解いた運転手の耳位置での SPL になります。青い線は左側の軸、オレンジの音圧は右側の軸になります。で、このようにですね、音圧が高い、SPL が大きいところは ERP も大きいというような良い相関が、出ているということがご覧いただけるかと思います。ということで、ERP を下げることによりまして、SPL も下げることができるであろうと。ということが考えられます。ということで、ERP をですね、考慮することによって音響を見ていけるねということが分かりましたので、こちらを ERP を評価をしながら、構造の最適化解析をやってみます。で、ここではですね、目的関数としましては、構造の質量を最小化するということです。それから、制約条件としましては、構造板厚を 1ミリから5ミリの間にすると。で初期設計は 2.5 ミリとします。で、ERP のピーク値を、初期設計でのピーク値であります、マイナス 49.7 デシベルよりも小さくしなさいという制約をかけます。で、こういった条件で解析した結果がこちらになります。まず、これは ERP の、最適化、
前、初期値と、最適化後という比較になります。赤い線が最適化後ということですね。で、ERP のピーク値は制約条件を満たしておりまして、マイナス 50.2 デシベルという値ですね。で、じゃあその時の構造位圧と重量が質量がどうなったかということで、青い線がもともと 2.5 ミリだったものが3ミリ強に増えていると。これはダッシュですね。で、緑の線、フロアは1ミリぐらいまで下がっているということになります。で、トータルとしましては、車体の重量、質量は、こちらですね、468.4 キロだったものが 33.6 キロ減ったというような、こういった最適化ができております。で、その ERP は増やさずに重量、質量は減らすことができたという最適化になります。では、さらに、まあ、今回の ERP は ほとんど減っておりません。重量が非常に大きく減ったという結果ですが、ではその減らした重量を生かして、精神剤を貼り付けてですね、ERP も下げたいと、まあ、そういった検討をしてみましょうということですね。では、精神剤としましては、こちらにありますような、ものですね。まあ、アスファルトシートをイメージしたような特性になっているかと思います。で、ERP 最適化と合わせた成果としましては、まず初期重量がありまして、で、ERP 最適化で減りました。で、精神剤を貼り付けたんで、ちょっと増えましたが、トータルでは 23.7 キロ減った状態ということですね。で、結果得られた状態で、今回は ERP の解析ではなくて、構造と音響の連性の解析をして、音圧がどうなったかという確認をしましたら、音圧は確かに減っておりましたと。初期状態のオレンジから最適化、それからダッシュの精神剤をつけたものということで、音圧レベルが下がっているということが確認できました。こちらが最適化前で、こちらが最適化後ということで、まあ、例えば構造の振動レベルも若干下がっているなとかですね。あと、まあ、若干赤い色とか真っ青な色が出る領域が減っているというような音圧が下がっているなということがご覧いただけるかと思います。まあ、こういった形で ERP というものを使うことによって効率的に構造最適化を行って音圧を下げていく。まあ、そういったことが、重量も下げていく。まあ、そういったことが可能だということですね。はい。続きまして、解析の高速化機能と適用例についてご紹介したいと思います。振動音響解析の計算高速化手法としましては、まず構造の解析というとですね、一般的にはこういった解析の場合には一般的にはモーダル法といわれる、固有値、固有ベクトルに基づく手法を使う場合が多いんですけれども、そういうことで構造についてまず固有値の解析というのが行われます。それから音場についても固有値の解析ですね。で、急斜音材についてはその動特性を表しますインピーダンスの算出ですとか縮帯処理といった処理が行われます。で、これらをすべて、結合した連性モデルの周波数応答解析を行っていくということがよく行われております。で、それぞれの解析に対しての高速化手法ですが、構造の固有値については ACMS 自動部分構造モード合成法という手法が搭載されております。それから並列計算機能で DMP と SMP というものがありますが、DMP というのは例えば周波数ごとに周波数をですね、分けて、例えば 100Hz までは R CPU が解いて、100から200は R CPU が解いてといったような、そういった並列手法ですね。それから SMP の方は、ある演算、例えばある三角分解をするとか、ドリクスの掛け算をするとか、そういった演算を並列で解くと、そういったタイプの並列手法です。これらが使われます。
で、固有値解温場の固有値解析については SNP の手法が使われます。それから給油車温材のインピーダンス算出縮帯については DMP と SNP が使、を使うことができます。で、周波相当解析の部分についてはファスト FR という手法ですとか、マトリックスのソルバーの種類として UMFLU という手法、ソルバーですとか、イタレーティブソルバー、反復ソルバーですね、こういったことをものを使うことができます。また当然並列周波数領域の並列ですとか、マトリックス演算の並列といったことも適用可能です。まあ、こういった手法を使って高速化していくことができます。ではそれらを使ったですね、適用例をちょっと見ていきたいと思います。ファスト FR というのは今回、最新のバージョンの方で、今2014というバージョンになりますけれども、機能強化されております。まずファスト FR 法というのは何かということですが、モーダル法の周波相当解析においてですね、モード数が多くなりますと周波相当の計算が結構重くなるんですが、モード数が2500以上あるような大規模な問題におきましては、自動的にデフォルトで使われる、高速に周波相当特有手法になります。でこちらの方はですね、2014から適用できるモデルが拡張されました。以前2013以前では、例えばマトリックスが非対称であるというような場合ですと、例えば伝達関数を使っているような場合だとか、あと内部音場に材料の減衰係数を使った場合、材料の定義の MAT10 という入力の中で GE という項目がありますけれども、こういったものを使った場合ですとか、あと粘性減衰を使った場合ですね、こういったものにはファスト FR 法は使えなかったと。でこれが2014から使えるようになりました。で今回そのテストということで、モーダル法の周波相当解析で、図にありますような構造モデル120万接点で、8800モードを求めるというもの、それからキャビティで、こちらの方は14万接点で700モードを求めるんですが、まあ、今回は材料減衰を使っていると、まあ、要は従来はファスト FR を使えなくって2014から使えるようになったというモデルですね。で周波相当は 600Hz まで600ライン、まあ、1Hz 刻みで解いていくというものです。でこちらの方が、計算時間を表したグラフになります。左側のこちらの方はバージョン2013でデフォルトのソルバーを使って並列計算は使っていないと、まあ、ワンコアで解いてますというものですね。この場合は 19.9 時間、約20時間かかっているということですね。でこちらの方 2014.1、これは近日リリースのバージョンになりますけれども、こちらの方ですと、ファスト FR 法が使われておりますので、約 1.4 倍速くなっているということです。それから若干ですが ACMS の方についても時間が短くなっております。でさらにですね、これを SNP と DNP の並列を適用しますと16コア使った場合ですね、 SNP8、DNP2 で合わせて16コアになりますが、16並列の時で 7.3 倍速くなっているということで、まあ、バージョン2013でですね、ワンコアで20時間かかったものが約2時間で解けるということで、まあ、10倍ぐらい早いということですね。はい、あと、まあ、同じ16コア使う場合であれば、SNP で16で DNP を使わないよという場合よりも、DNP と SNP を併用する場合の方がですね、早くなるという場合が多い、早くなるという場合が多いです。で次に、射出内外ですね、外部音場まで考慮したというものについて見てみたいと思います。構造モデルは36万接点で、5000モードを求めるというものですね。で内部音場は3400モードと、でこちらの方はモーダル法は使わずに、物理モデルのまま使うと。
で外部音波は5万9000接点ありまして、こういったものですね。でこれらをすべて連星させて、300Hz まで300ラインの計算を行う。で今回は構造流体連星については強連星で行っております。でソルバータイプと並列計算手法をですね変えて、時間の比較をしております。まずデフォルトの MHCLU という直接光のソルバー、これはディスクを併用しながら解いていくタイプのアウトオブコアと言われるソルバーになりますけれども、これと、インコアのソルバーであります UMFLU というソルバー、それからイタレティブ反復法のソルバーというものを使って比較しています。まず、解析の結果ですね、構造が振動して、外部音波に音がこう拡散していく、放射していくというのがこちらの絵ですね。それから右側の方は射出内の音圧の分布を表しています。こういった解析結果が得られます。でその際の、解析の時間を見てみます と、基準になります MCLU の、1コアでの計算が約30時間というものです。でこちらの方は反復法が非常に効果的でありまして、DMP2、SMP1 と、2コアで反復法を使いますと 1.3 時間ということで 22.6 倍速くなるという大幅な高速化を実現できます。でただちょっと注意点としましては、反復ソルバーというのは全般にですね、このソルバーに限らず一般的にですね、メッシュ品質等にですね大きくその効果が依存する部分があると。例えば要素ある要素が非常にこう潰れた要素があったりすると、収束しにくい、解きにくいというようなことがありますので、その点はちょっとモデル依存性があるということはご了解いただきたいと思います。で、さらにですね、SMP、DMP の並列解析機能も非常に効果的でありまして、MCLU ソルバーで16コア、SMP8、DMP2 を使った場合には、8.5 倍速くなって、3.5 時間で解けるということですね。でこちら の直接光のソルバー、MCLU ですとか UMFLU というのは、メッシュに対する依存性はかなり弱い、安定的に解けますので、こういった大幅なですね、並列計算によって大幅に高速化できるということは、かなり汎用性が高いものでございます。次にですね、パワートレーン、エンジン系のオイルパンの放射音の解析を見てみたいと思います。こういったエンジンモデル44万接点で540モードですね、 6kHz まで遠いと540モードというものです。でオイルパンの下に外部音波を設定しておりまして、約3万接点あると。で、5Hz から 3000Hz まで 5Hz 刻みで600ラインの計算を行います。で、こちらもソルバータイプと並列計算手法による解析時間の比較を行っております。MCLU ソルバーと UMFLU ソルバーですね。それから今回は強連星と弱連星の比較も行っています。解析結果の時間ですけれども、まず左側が強連星、右側が弱連星になります。で、ですね、解析時間の内訳としましては、このグラフにありますように色ごとに構造の固有値、主波相当、その他というふうになりますが、今回強連星と弱連星を比較してますけれども、オレンジ色の方、左側の方は、構造と外部音波を同時に連星して解いているという周波数音等の計算になります。で一方で、外部音波を弱連星で解いている場合は、この、エンジ色ですかね、ちょっと赤、黒っぽい赤ですね、で示しています。で実はこの場合はですね、構造だけの、構造と内部音波の連星の、周波数音解析っていうのもこのグラフに実はあるんですが、非常に短時間で解けておりますので、グラフに
ほとんど見えていないというものです。でその、内ボンバと構造で連成して解いた結果の、構造の振動に基づいて外ボンバの音響解析を解いているのがこの、この時間というものですね。で、強連性で、MCA リソルバーを使って解いて、ワンコアで解きますと 9.3 時間ですね。で、UMF L リソルバーを使うと 1.5 倍速くなりまして 6.4 時間で解きます。で、SNP、DNP については非常に効果的でありまして 5.7 倍、5とか 5.1 倍速くなるということですね。で、さらに今回弱連性も見てみますと、ワンコア同士で比較すると 2.5 倍速くなるということが確認できました。で、すべての効果ですね、弱連性にして UMFLU という速いソルバーを使って並列計算も使うというと、0.5 時間で解けるということで、トータルでは 17.3 倍速くなっているということになります。まあ、このようにですね、今回内部音波、外部音波、構造と内部音波だけ、それからさらに外部音波もあるパターン、それからパート連の、構造と外部音波の、連成という3パターン見てきましたが、ソルバー、速いソルバーを使うですとか、それから並列計算機能を使う、それから弱連性を使うということで非常に高速化できるということがお分かりいただけたかと思います。それで、ただまあこの場合ですね、弱連性について精度の問題があるんじゃないかということがあると思うんですが、今回のそのパワートレーンのオイルパンの放射音に関しては、弱連性の緑と、ごめんなさい、強連性の緑と弱連性の赤の SPL のグラフを重ね描いてみますと、非常によく一致しておりますので、かなりですね、この問題につきましては弱連性でも十分な精度が得られるということが言えるかと思います。でもちろんこれは結局エンジンのようなパートレーンのようなものは比較的車体に比べると構造がこう硬いものになりますので、重くて硬いっていう相対的にはですねということがありますので、連性の影響というのがあまり弱いですということで、弱連性でも結構いけるということかと思います。さらに、最後にですね、急射音材を使った射室内の振動騒音解析の高速化ですね、こちらの 2014.1 の解析高速化を見たいと思います。これは自動車の車室内の音響の解析例でございまして、あるお客様のモデルで、お客様の方で解いていただいた例になります。で、モデルとしましては300万接点、460万要素というような、最近の車体モデルの規模がこんな規模かと思いますが、でモードが8000モード、構造モードが8000モードで、キャビティモードが340モードあると。でトリム部品としてはダッシュと、フロアの2つで、インピーダンスを、周波数それぞれ13ラインですね、求めると。で過信条件としましては、キャビティ内に音源を設定するんですが、音源の位置を変えたりしまして87パッケース、同時に解くというものです。で、周波数の、応答としましては 500Hz まで、1Hz 刻みで解いていくというものです。で並列計算を DNP2、それから SNP4 または8にしております。計算サーバーの方はこちらの、G4 のチップになります。で2013というのが急射音材ですね、PEM の機能が搭載された最初のバージョンになりますが、この時は 28.1 時間かかっておりまして、それがですね 2013.1 である程度高速化しまして 19.9 時間になりましたが、でさらに、今回 2014.1 のベータ版でのテストでは 13.6 時間で解けるということで、
まあ、このお客様の方ではですね、だいたい一晩で溶けるようにならないと設計に使っていけないねということで、当初はちょっとまだ遅すぎるというご評価だったんですが、まあ、だいぶですね、その一晩というところにでいけるような状態まで、高速化ができるようになってまいりました。あと、今回、ちょっと計算マシンの都合でですね、SMP は、2014.1 のみ4になってますので、これが他のバージョンと同じように8になれば、もう少し高速化できるかと思いますので、例えば12時間ぐらいとかですね、そういったことが期待できると思います。ということで、かなりの高速化が実現できております。はい、では、ちょっと今日のまとめとしまして、まずナストランの振動音響解析機能では、以下のような解析が可能でございますということで、構造内部音響、外部音響、吸射音材、これらすべてを連成した解析が可能です。それから、連成非連成の固有値解析が可能です。で、周波相当解析が可能になります。それから、時刻歴の応答ですね、過渡的な応答解析も可能です。で、透過放射パワー、ERP を使うことによりまして、効率的に振動、騒音、音響の評価、それから設計最適化を実現可能でございます。また、優れた新しいソルバーですとか、並列解析テクノロジーを搭載しておりますので、大規模な解析でもですね、効率的、高速に解くことが可能になっております。こういった機能を搭載しておりますので、構造設計におけるですね、振動音響設計のに対して有効に活用いただけるかと思っております。はい、これで、私からのご説明は以上になります。